はい、皆さんこんにちは。感じるスピリチュアルのしゅんさんです。今日はね、ラップのエネルギーを感じていただきたいと思います。このチャンネルで接触者あなたが見えない、ね、気をね感じるというチャンネルとなっております。はい、まあラップはね、まあ多分知ってる人が多いと思うんですけどね、そのメロディーとかリズムとかに合わせてのね言葉をね、まあ乗せていくと、韻を踏んで言葉をね乗せていくというね、まあ音楽のね一つのジャンルですね。まあヒップホップとかね、とも言ったりします。そしてね、まあ実はですね、まあラップとかヒップホップっていうのは僕もね結構好きだったんですけれども、まあ聞かなくなったわけなんですよね。それはなんでかというと、エネルギーがね、気がね悪いからなんですよ。まあ、これはね、そのヒップホップをね別にバカにしてるわけではなくて、僕もねすごく好きだったんですけれども、その気が分かるようになって、やっぱりね、まあどう考えてもエネルギーが悪いなって思ったんで、それをね、ちょっと今回は、実験してみたいと思います。はい、はい、まあヒップホップがねエネルギーが悪くなるね理由が2つあるんですけれども、1つ目が歌ってる人自体が結構ね悪が多いっていうことですよ。ジャンル的に、そのヒップホップというねジャンル的に、その悪い方がかっこいいというその文化圏なんですけれども、特にねアメリカとかはね結構ねギャング出身とか、あとはそのね、薬物の売人とかが、そのね、ヒップホップで、そのね、名を成したっていうケースがね、すごく多いわけなんですよね。日本でも結構ね、捕まってる人がね、多いですよね。だからね、そのトークとかもそうなんですけども、何かね、やっぱね、悪いことをしてる人とか、その、まあ、エネルギーが悪い人の声っていうのは結構ね、喉がね、詰まったりするわけなんですよ。まあ逆にね、そのエネルギーのいい人の声を聞いたら呼吸がしやすくなったりとか、結構ね、元気をもらえたりするわけなんです。あの子供のね、声とか結構ね、エネルギーがあります。赤ちゃんの声とか子供の声とかですね。そしてそのラップ自体が結構ね、まあ下品な言葉をね、使ってることっていうのは結構多いと思います。なんかこう、とかね。まあそういうことを言っちゃうと結構ね、言葉自体のエネルギーが悪くなるんで、さらにね、エネルギーが落ちちゃうということですね。まあ僕もね結構ねヒップホップってね聞いてきただけなんですね。まあただね、その20代の頃、今から20年ぐらい前ですかね、ちょっとね古いんでね、まあそれはね勘弁していただきたいと思うんですけど、こうね、まあ日本人だったらこのブッダブランドとかね、人間発電所とかね、あとね、そのまあ外人とかだったら、そのまあノトリアス B.I.G. とかね、よくね聞いておりました。はい、じゃあね、そのエネルギーをね、まあ CD から感じていただきたいと思います。はい、あとね、まあ、比較のためにね、牧野さんの CD をね、ちょっと用意しましたので、それとね、比較してみてもらいたいと思います。はい。これがね、まあ、ノトリアス B.I.G. の CD ですね。はい。どうですかね、エネルギーね、感じるでしょうかね。はい。これがね、まあ、牧野さんの CD ですね。ちょっとね、呼吸がね、しやすくなると思うんですよね。はい。これがね、ノトリアス B.I.G. のね、CD です。はい。CD からもね、まあ気が出てるんだなっていうのをね、まあ感じる人はね、感じると思います。じゃあね、まあこちら、牧野さんの CD ですね。こちらはね、ブッダブランドですね。まあ曲はね、めちゃくちゃいいんですけどね。ちょっとやっぱり詰まるようなね、感覚があると思います。まあこのね、まあ CD とかもいいですね。まあ月のね、写真があるんで、その波動をね、感じてる場合とかもあるので、それはね、分けてね感じていただきたいと思います。そしてね、まあもう一つの理由というものがございまして、それはですね、そのラップ自体にそのエネルギーが乗りにくいっていうことなんですよ。逆にね、普通の歌の方が結構ねエネルギーがあるわけなんですよね。それをね、ちょっと今回は感じていただきたいと思います。じゃあね、まあ簡単にね、まあラップしていきましょうか。ドレミファソラシドっていうね、ことをね、ちょっとラップっぽく言いますので、ちょっとね、まあ感じてもらうか一緒に言ってもらうか、まあどちらでもいいんですけれども、ちょっとね、まあ実験してみてもらいたいと思います。まあエネルギーが良かったら呼吸がねしやすくなって、まあエネルギーが悪かったら呼吸がしにくくなるというね、まあ呼吸の法則とかもありますので、よかったらね、それも合わせて感じていただけたらと思います。あとね、まあスマートフォンのね画面気をかざしてもらっても大丈夫です。はい、じゃあね、今からね、そのラップっぽくね、ドレミファソラシドを言ってみるのと、メロディーに合わせて、ドレミファソラシド音階に合わせて、ドレミファソラシドを言ってみますので、そのエネルギーのね違いっていうのを感じてみていただけたらと思います。はい、まあ、一緒にね言っていただいても大丈夫です。はい、じゃあね、ちょっとラップっぽく言ってみましょうかね。ドレミファソラシド、パッ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 、ドレミファソラシド、ドレミファソラシド。はい、まあ、こういう感じといきますね。歌の場合ですね、音階に合わせて歌った場合、ドレミファソラシド、ドレミファソラシド、ドレミファソラシド。
まあ、実はですね、ドレミファソラシドはね、結構、まあ、エネルギーがあるっていうか、この音階見合わせて歌うと、なぜかね、エネルギーが良くなっていくわけなんですよ。だからちょっとね、一回ね、感じてみてほしいんですけども、ドレミファソラシド、こうね、音階が上がっていくごとに、なぜか、なんだろう、反応するチャクラがね、変わってくるわけなんですよね。ドは結構ね、第一チャクラとかが反応しますし、で、ファぐらいになると胸のチャクラとか喉のチャクラとか反応しますし、で、1オクターブ高いね、ドの方は、なぜかね、頭のチャクラが反応するような感じがね、まあ感じる人はね、感じると思うんですけれども、なぜかこう高いね、音になればなるほど、結構ね、エネルギーがね、良くなっていくわけなんですよ。だから結構ね、声が高めの人の曲って、結構ね、エネルギーがいいわけなんですよね。だからその、なぜかね、その、歌を歌うとエネルギーが上がるっていうのと、その高音出せば出すほど結構ね、なんか周波数がね、高くなるわけなんですよね。その、物理的な周波数だけじゃなくて、そのエネルギー体の周波数っていうのも、なぜかね、一緒に上がるような傾向があるので、そのね、歌を聴いたりとか、自分でね、歌を歌うと、結構エネルギーがね、上がりやすいわけなんですよ。まあ、カラオケとかね、よくね、ストレス発散になるとか言うじゃないですか。あれはね、僕はその、音の波動で、その自分をね、浄化してるんじゃないのかってね、まあ、薄々ね、まあ、感じてるわけなんですよね。だからね、まあ、こんなにもね、カラオケっていうのは広まったんじゃないのか、とね、まあ、個人的には思ってます。じゃあね、ちょっとね、まあ、長くなるんですけれども、ちょっと実際に僕がね、ヒップホップをね、聞いてみますので、まあ、そのね、僕のエネルギーを感じていただきたいと思います。僕を見て、呼吸がしにくくなったらエネルギーが悪くなってる。僕を見て呼吸がね、しやすくなったらエネルギーが高くなってるとかね、まあ、僕にね、手をかざしてなんかして、エネルギーをね、感じていただけたらと思います。はい。聞くのはですね、まあ、エミネムのね、まあ、一番有名な白人のね、ラッパーなんですけれども、その、ルーズ・ヨア・セルフっていうね、まあ、エイト・マリーというね、映画、ヒップホップのね、エミネムの人生を、描いたね、映画がある、まあ、その曲のね、まあ、主題歌、をね、ちょっと聞いてみます。今聞いてるんですけども、ちょっとやっぱり、ちょっと重くなるようなね、感じがあると思います。はい。じゃあね、今からね、そのノトリアス B.I.G. のね、そのビッグパパっていうね、曲がありますので、それをね、感じていきたいと思います。まあ、曲はね、すごくかっこいいんですけれども、やっぱりちょっとね、喉が詰まるような、ね、感覚がね、あると思います。はい。今からね、その、まあ、そのノトリアス B.I.G. の、そのビッグパパのね、元曲ですね、まあ、ネタ曲、ヒップホップというのはね、曲を、そのね、昔の曲をサンプリングって言って、まあ、一部分だけ切って、それね、まあ、繰り返してね、そのビートとかメロディーに乗せて、ラップをね、しているんですけど、そのね、元曲をね、今、聴いております。そのラップじゃなくて、歌をね、歌っています。はい。まあ、下にね、貼っときますのでね、まあ、後で見てもらえたらと思うんですけども、やっぱりね、エネルギーね、そんなに悪くなってないと思うんですよ。はい。じゃあもう一回ね、ちょっと、ノトリアス B.I.G. ね、ちょっと聴いてみましょうか。ちょっとやっぱね、ちょっと重くなるようなね、感覚があると思います。はい。まあ、実際ね、でも聞いてないじゃないですか。でも僕を見て、まあ、そう感じるっていうことは、そのエネルギーがね、共振してるっていうことですね。そしてね、まあ、僕はね、その普段聞いてるのは、結構ね、シラップさんとかね、結構聞いてるわけなんですよ。そしてシラップさんとそのね、そのコラボでね、いろんなヒップホップのね、アーティストがね、その、まあ、曲を作っておりますので、よかったらね、下に貼っておきます。やっぱり歌の部分は、その結構エネルギーいいんですけど、そのラップの部分になるとちょっと、ね、エネルギーがね、落ちるような感覚があります。そしてね、まあラップがね、すごくね、上手だなっていうか、ちょっと突き抜けてるなって思うのは、まあ、チンザ・ドープネスさんですね。最近ちょっとタイまで捕まりましたけども。そしてね、まあ歌物で僕がおすすめするアーティストっていうのは、まあビューティフルハミングバードっていうね、方なんですけど、一応ね、サブチャンネルで、動画ちょっと作ってみましたので、そちらもね、よかったら感じていただけたらと思います。はい。じゃあ今日はね、クリスタルボールやっていきましょうか。はい。じゃあね、今日はね、クリスタルボールやっていきましょうか。
はい、どうだったでしょうかね。感じた方がいたらグッドボタン、この動画がいいんだと思ったらグッドボタン、あとね、チャンネル登録という方もお願いいたします。他に動画もありますし、質問感想要望がありましたらコメント、あとはね、Twitter とか Facebook とかやっておりますので、よかったらこの動画がいいんだと思ったらシェアもお願いいたします。ではこの動画は以上になります。ありがとうございました。